はい、というわけでもう0時を回っておりますが我々はもう寝たいんですが、こんな時間に駆けつけてきた方がいます。いやカリフェショーです。いや皆さんすいませんね、僕が来るから起きてくださって、もう迷惑だよとんでもねえやつ。でもせっかくね、来てくれましたし、あれを見てもらいましょうよ。じゃあちょっと絵描きすよ、出ます。おい、こんな感じ。おおマジか、すげえ。最高じゃないですか。ちょっと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 、山来てすぐビール飲んでる。僕たちの分はないよ。そうでしょ。一個だけ秘宝があります。え、竹部か、ならぬ竹ベッドはですね、4人用です。今ここに何人いますか？5人いますね。1人はここには泊まりません。一人どうすんの？一人外です。テントかよ、死んじゃうよ。テントがあるので、ちゃんと立ててるし。あんな猿に襲われたら人となりもないよ。あんなもんじゃねえ、猿襲わないよ。どうすんですか？あとの一人はじゃんけんでしょ。じゃんけんですか？じゃんけん、勝った人から好きな場所を選べる。あ、いいな。おー、いい。一回切り替えます。はい、差し替えたら、なんか随分となんか陰微な陰微なライトになったんです。なんでこのライトなの？エッチライトなんなんでだよ。いやいや、もうちょっと白いのあるでしょ、はい、そんな面白いの使わない手はないでしょ。じゃあじゃんけんしますか。じゃんけん、ほい。うわー、マジかよ。キョウちゃんどこ選びますか？ここで。はーい、よっしゃ、2番目決めます。最初はグッ、じゃんけん、ほい。嘘でしょ、マジ。ごめんね。嘘だろ。イベント終わりに駆けつけてくれたのにね。くそ、ここの竹踏み抜いてから出てやる。本当に踏み、ちなみに今日は雨だったので床ぐじゅぐじゅなの。マジか。準備終わりましたね。すごくないこれ。ちょっと待って、カメラがね、全然認識しない。いや、暗すぎる。暗い。ちょっと僕の技術じゃ結構ね、肉眼だったら明るいんだけどね。明るい、うん、だからね、ちょっとこっちはナイトビジョンに変えさせてもらいます。あ、いや、それで今ね、みんなしっかり映ってる。あ、映ってる。マット1、2、3、え、これ1個だよね。4、一番足りないですね。ちょっと待って。じゃあ勝った人から選べる。よし、はい、行きましょう。最初はグー、じゃんけん、ほい。ねえ、誰勝ったの、これ誰勝ったの、ね、誰勝ったの、ね、マジかよ。本当にキョウちゃん最強なんだけど。これね、腰痛くなるの。ええ、逆に安いんだもん、2000円ぐらい。見かけ倒しだ、見かけ倒し。よしよしよし、やったやった、典型を得た。最初はグー、じゃんけん、ほい。おー、やった。誰勝った？俺。これね、これね、銀の部分がね、これあったかいんですよ。最初はグー、じゃんけん、ほい。よし、これだよ、寝袋だよ。じゃんけん、ほい。こっちで、いや、もう寝る準備があった。それ意外と寝心地悪いでしょ。いやいやいや、山屋さんに比べたら全然いいですか。僕がね、知ってあったやつ、これね、カビとダニだらけだっていう最悪な情報を後出しで出してきたんですよ。さよなら。おやすみなさいです。おやすみなさい。おやすみ、閉めて閉めて。閉めるんですか、これ。いや、完全に孤立するじゃないですか。せっかくテント近づけたのに。くそ。おやすみなさいです。おやすみなさい。で、最後まで。なんかすごい楽しそうな。
ここ窓あるからな。もうずっとここまで見てやろうか。どこにいんの？ここだよ。ここだよ。今度はこっちだよ。いや怖いわ。怖いわ。このまま3時までやるからな。一人も寝かさないからな。かもしんない。おやすみ。おはようございます。昨日は納屋に宿泊しました。納屋の中見ていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。朝です。もう外明るいよ。やばい。イモムシさん。やばい。入って。何やってんの。寒そう。一番最初に選んだ。寒そうな人いるよ。ちょっとアリサちゃん起こして何かして。ぽつり。ありがとうございます。おはよう。朝だよ。おはようございます。くっそ寒くないですか。寒そう。もう足の先まで冷える。真っ白。腰が痛くなります、これ。先生が言ってた通りだった。よし、じゃあ最後この入れ替わりの術をかましてる。え、これカーリーさんですか。これカーリーさんだ。なにこれ。ありがとうございます。え、これこういうものなの。いつの間に清水先生と入れ替わったんですか。あのね、テントが浸水してて、おわらダメだってなって、でしかもこれ寒すぎて持ってきた T シャツ全部着たんだよ。で長袖がさ、最初着てたやつしか持ってきてないから、重ね着のに全部着て、こっちにとりあえずなんかにダウン取りたいし、ろうそくが高校的に持ってたからさ、こっちね、すごく暖かく見えたな。山々はどうだった。僕はもうカーリーさんとキョウちゃんのいびきに悩まされながら同じ思いを共有してるんだろうなって、アリサちゃんの方を見たらそれはそれで爆睡してるから全然気づかない。精神的孤独な思いをしてました。一回寝返り打ったの。電動シェーバーみたいな。睡眠の邪魔をしてしまった。清水先生も叩き起こして、うん、朝寝てるん。清水先生も寝てる。清水先生も寝てるでしょ、きっと車の中で。じゃあまあ清水先生起こして、うん、朝ごはん食べ終わったら、うん、まだ今日の作業に移っていきたいと思います。はい、はい、今日も一日頑張りましょう。おお、頑張れ。Thank you.